エラです。ユナです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日の企画は目隠しお菓子当てゲームです。イエーイ。ルールはこの目隠しをして相手が持っていったお菓子を5つ1口ずつね、こうやって食べて、うーん、これはまあこれかなみたいな感じで当てていくゲームになっていきます。ちょっと当てにくそうなものから当てやすそうなものまでね、すごいいろんな種類用意してるので、皆さんも反応をお楽しみください。それではどうぞ。ということで、じゃあ先行後攻じゃんけんで決めます。勝った方が先行かな。オッケー。最初はルールじゃんけんぽい。はい、しよ。じゃあ私が先行目隠しします。ミイラが選んだのはこの5つです。じゃあまずはこれにしていきたいと思います。だろうはい、置きました。これはどうして食べればいいですか。あ、こうやって食べればいいですか。いただきます。酸っぱい。うん、美味しい。グミです。だけど味がわからない。最初の粉は酸っぱいんだけど、最後の方もまだ酸っぱいんですよ。これで一口だけですよね。え、バイブ食べていいですか。わかんない。噛んでいきます。ピュレグミのレモン。おー、正解です。やった。食べます。じゃあ次はここレイラちゃんが当てていきます。私の5品はこんな感じです。じゃあ最初はこれからやっていこうと思います。一番簡単そうなやつです。じゃあ出していきます。待って、俺匂いで分かりそう。こんな感じです。渡します。こちらです。じゃあここにあります。どうぞ。いきます。いや、もうきつく気がする。名前なんだっけ。うおまさかの名前もオレオ。なんだっけ。わかった。うん、なんか黒いクッキーの感じのやつ。正解をどうぞ。オレオ。正解です。おお、ちょっとわかりやすすぎたかな。名前もめっちゃド忘れして久しぶりに見て、あ、これにしようと思って、みんな好きだから選んできた。見事、二人とも1回目は当たりました。じゃあ次、第1回戦目です。ゴー。じゃあまた、私は目隠しをします。変な顔になります。次はこれにします。これすぐ分かりそう。はい、うん、どうぞ。え、なんだろうこれ。いただきます。分かった。いい、正解言って。いいよ。トウモリコ。正解です。すごい。トウモリコでした。イエーイ。若干トウモロコシの味がして、このサイズがじゃがりこかなと思ったのでトウモリコになりました。じゃあ次、ひなの番です。次はこれです。どの味にしよう。なんだかな。ここです。じゃあどうぞ。いただきます。これ初めて食べるかもしれない。うん、新商品です。うん、だけど味も分かりやすいかなって思って。味は分かった。うん、けど商品名が分かんなくて。結構最初の方に特徴が現れてるかも。その商品のパウダーみたいなついてない。うん、ついてるついてる。商品名が分かんない。ここでまさかのちょっとなんか目隠ししたままなんですけど、これ負けた方が明日の動画で語尾に何々にゃんって言わないといけないそうです。レアちゃんが言うから可愛いと思うな。どう？わかんない。わかんない。じゃあなんとなくで言ってみたら。正解はどうぞ。輪っかグミ。輪っかグミ。残念。正解はですね、フュレグミのフレイングっていう商品です。え、初めて見た。ぶどう味。そう、今日初めて見て、フィレ組だったらなんかちょっと当たりそうだなと思ってちょっと路線を変えてみました。現在は2ポイントと2ポイントです。あー、このまま勝ちたい。じゃあ次、3戦目です。これにします。めっちゃこれ美味しくて好き。押し出して。え、どういうこと。押し出すって。え、待って、怖い怖い、なんかとんがってるよ。
いただきます。食べたことあると思う、私。ないと思う。いや、でも知ってる。なんちゃら、うん、これなんだっけ。なんか懐かしい味。全く分かんない。どうしよう。ちょっともう一回食べますね。え、もうチョコレートなのは分かるんですよ。なんか別に溶けて形変わったとこじゃないよね。じゃないじゃない。こういう形なんだよね。違う。うん、そう。じゃあちょっと分かんないけどいきます。アポロ。ブーン。何ですか。正解はカプリコの頭。あ、カプリコか。全なんかイチゴとチョコレートの味してたの。うん、アポロはこんな感じじゃないですか。こんな感じだったんですよ。こんな感じの、なんかアポロこんな感じの、こんな感じだったの。だから溶けたかなと思って。あー、当てれなかった。いやー、次はくじゃあ次、ひなの番です。頑張って当ててね。これにしよっかな。これはね、ちょっと気になって手に取ってみました。自分でも食べたいなってくらい美味しそうだった。すごい匂いする。こんな感じで渡します。でも、ね、食べたことはあると思う。あの商品名としては食べたことあると思う。けど味がね、分かんないかもしれない。商品名は分かったでしょ。うん、味が分かるかな。いい思い方で。ちょっともう一個食べます。スイーツの、かな、スイーツの、コンビニとかでさ、スイーツコーナーに結構売ってるような味です。なんか味がする、うん、甘い味。商品名は、商品名はわかります。ちなみに、ハイノミの、うん、なんかなんだよね。うん、ね、カスタード香料使用って書いてあるよ。もうね、ここに来るともう分かってきちゃうかもしれない。スイーツ、コンビニのスイーツコーナーにあって、カスタードが作ってあるものです。え、シュークリームですか。うおー、正解。おー、正解はこちらのパイの実の贅沢シュークリームです。おー、え、シュークリーム初めて見たね。今日パイの実すごい好きだからね。美味しいよね。美味しい。みんなでシェアハッピーするんですよ。当たってしまった。ちょっとヒント出しすぎたかな。ヒント出しすぎたかもしれない。よし、次は絶対当てるぞ。じゃあ次、第4回目、4回戦。どうぞ。これにします。商品名がわかんないかもしれない。食べたことあるけど、わかりづらい。おぉ。どうぞ。ありがとうございます。待って、これ、いただきます。うん、うん、分かったもん。分かった。分かったけど、商品名全く出てこない。なんだっけ、これ。なんだよね。子供会とかで、歌詞で結構ね、もらえるんですよ、これ。分かった。分かった、はい、分かった。いきます。パックンチョ。正解。すごい。分かった。分からないかと思ってた。パックンチョ。パックンチョでした。イエーイ。じゃあ次はレイラちゃんの番です。どっちがいいと思いますか。分かりやすさで言ったらこっちだと思うんですけど、これ最後に残しておきたいなっていうのもあるんですよ。この傷つけたくない、このこれに、これに、これに。じゃあこれいきます。見てください。見て。これ見つけた瞬間、これにするしょって取りました。いやー、でもこれは当てられちゃうような気もするんですよね。傷つけないようにね。声が聞こえていますね。もう、なんですね、こういう味です。これ当てれるかな、この味。キーワードが出たらいいかなって感じします。じゃあ、いきますね。デザインで分かっちゃうかな。いただきます。名前なんだっけ。こういう、そうなんだっけ、名前。なんかラーメン太郎みたいな感じ。それ絶対キャベツ太郎と混ざってる。なんかラーメンは入ってた気がする。なんだっけ、赤ちゃん星の大きいラーメン。赤ちゃん星の大きいラーメン。もうこれ以上ヒント出せないです。これ以上やったら負けちゃうの、自分。わかんない。じゃあ、タイムアウトです。じゃあ、正解発表です。どうぞ。ベビースタードデカイラーメンの味噌味です。旨辛味噌味。
ベビースターだから赤ちゃん欲しい。あ、そういうことね。どでっかいだから、でもどって言うと分かるかなと思って大きいにしました。分かんなかった。見て、大事なんですよ、見てください。我慢できないです。そう、気をつけたくなかったの。はい、ということで最後の5戦目なんですけど、現在のポイントがですね、3対2なので、これ私がもし当てれなくてレイラちゃんが当てても同点になっちゃうんですよ。そしたらニャンの罰ゲームができなくなるので、5回戦目は2ポイントでいきたいと思います。ではやっていきましょう、はい、あー緊張する。自分が当てられなくてレイラちゃんが取ったら負けってことですよね。はぁ、やった。じゃあいきます。食べてから10秒間で答えを。え、無理です。あ、どっちもですか。うん、どうしよう。10秒間15秒。頑張ります。はい、ありがとう。どうしたの。何これ食べてから15秒。はい、じゃあもう、え、何これ、こんなの初めて見たんだけど。あ、じゃあいただきます。スタート。え、これ何、これどういうか、これどうだ。え、噛んで大丈夫なやつこれ。大丈夫。もう10秒。15秒経ちました。では答えを。何、卵ラムネ。卵ラムネです。正解は、正解はツインクルでした。知ってる？って何？なんかチョコの中にいろいろ入ってるの、うん、じゃあ次。ま、待って、え、これ間違えたってことだから。え、でもメールが当てられなかったらこのまま負けですもんね。じゃあ、もう一回知ってもらって、これです、最後は。でももう最難関レベルで難しいやつだと思います。これでも食べたことあったらすごいな。これです。刺して渡せばいいかな。あ、OK。 じゃあそれを口に、なにこれ、チュって入れてもらって。わかんない。ごめん、なんかこれ絶対わかんないんだろうなって。なにこれ。15秒経ちました。ごめん、これはね、わかんないでしょう。ゆたみたいに商品名適当に言って当てるかもしれないから。待って、それはやばい。この食べた感じ、確かにキャラメルお餅。違います。正解はもちもちショコラです。うん、知らない。もちもちショコラのモンブラン味ですね。終わりました。ということで、負けたのはレイラちゃんです。拍手拍手。はい、レイラちゃんには明日の動画の語尾で絶対にニャンと言ってもらいます。はい、忘れずにニャンって言ってくださいね。はい、ニャンニャンニャン。どうでしたか。楽しかったね。うん、楽しかった。意外と当てない。楽しかった。じゃあまた明日の動画をお楽しみにしててくださいね。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。